ヘルボルン旧市街の街並み、ヘルボルンは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州議院占領制管区のラーンディル軍の市である。ディル川沿いの歴史的な木組建築が残る都市で、第一次世界大戦前からすでにナッサウのローテンブルクと PR していた。このフレーズは、8世紀からの建築文化財が残る旧市街について称したもので、ドイツの中世都市がよく保存されている。 街の一つに数えられる。2016年、ヘルボルンは第56回ヘッセンの日の開催地となった。同じ年に、ヘルボルンは欧州福音主義協会共同体からヨーロッパの宗教改革都市という称号を贈られた。ヘルボルンは、北はディレンブルク、北東はジークバッハ、東はミッテンアール、南東はジン、南はグライフェンシュタイン、西はドリードルフび、 ブライトシャイトと境を接している。ヘルボルンは、中核縮及びアムドルフ、ブルク、ウンタースドルフ、ヒルシュベルク、ヘルバッハ、メルケンバッハ、ゼールバッハ、シェーンバッハ、ウッカースドルフの核縮からなる。ヘルボルンは1048年に初めて文献に記録され、1251年にナッサウハク・バルラムにせよ及び、オットー一世によって都市権を授けられた。 この集落は、これにちなんで名付けられた、ヘルボルナーマルクの終焉部の集落であった。ヘルボルナーマルクでは、ナッサウハクトヘッセンホウハクトがその貢献をめぐって、争った。この争いと激しい戦いは、デルンバッハの100年フェーデと資料に記述されている。現在のホーエシへーレ中には1584年、ヘルボルンにホーエシへーレが設けられた。創始者は、 ビルヘルム・フォン・オラニエの弟で、現在のギムナジウム・ヨハネウムの名前のもととなった、ヨハンド・六クセイ、フォン・ナッサウ・ディレンブルクであった。1584年にナッサウ・ディレンブルク白ヨハンド・六クセイによって、ヘルボルンの法へ修例、アカデミア・ナッサウ演出が創建された。ベギン会の新学者、カスパー・オレビアンによって、福音主義化された、総合大学風の法へ修礼は、はじめは、 専門学部を持たなかった。再三の尽力にもかかわらず、1750年になっても、ウナバーサターットの称号を用いる特権は与えられず、それ以前の特権が有効であった。申し分のない高い質の学校であったにもかかわらず、この学校を総合大学とする許可を皇帝が与えなかったため、この学校には博士号の授与資格がなかった。 この法栄修炉の進学セミナー400周年の名文でゲルハルト・メンクは以下のように記している1603年12月非常に多くの外国人や貴族を含む学生生徒約400人を要していたことはその教員たちと同様にこのナスサウの法栄修炉が当時高い評価を得ていたことの証拠であるゲルハルト・メンクまたかつての私文書管理官リューディガー・シュテルケルは 生徒数について以下のように記している毎年50人近くの新入生が登録され、法営修例には100人から150人の長高生があった。最初の流星期にはその数は300人を超えたに違いない。1603年には400人の学生、生徒がヘルボルンに在籍していた。1725年から長高者の数は減少した。 ハネローレ・ベンツ・ユーエイいずれにしても、ホーエ・シューレは、その設立直後からヨーロッパで最も重要な、カルバン主義福音派の最も重要な教育機関の一つとなっていた。この学校はドイツで唯一の福音主義短歌大学であった。その最も重要な生徒が、教育者のヨハン・アーモス・コメニウスである。彼は1611年から1613年まで、 ヘルボルンで学んだ。法恵修レは1817年に閉校された。その進学部は、ヘッセン及びナッサウ福音主義教会の進学セミナーに改祖され、ヘルボルン城で存続した。1825年、バーデン地方教会の後位聖職者、ルートビヒヒフフェルが、ヘルボルンの教授に指名された。元の建物はホテル及びレストランとして利用されている。は、 市のサークルのイベント会場となっている。上階には、私立博物館が入居しており、ディル地方の古代、ホーエシューレとヘルボルン氏の歴史に関するコレクションを、有し、特別展示がなされている。25年以上前から年に一度の頻度で、オールドヘルボルンユニバーシティ、記念ライフサイエンス学術シンポジウムが、開催されている。講演内容は、 オールド・ヘルボルン・ユニバーシティのセミナー講演録で公開されている。1655年に出版されたマテウス・メイリアンの同版画に描かれたヘルボルン1602年からヨハネス・ピスカトールによって改革派による最初の聖書翻訳がヘルボルンでなされ、ドイツ、オランダ、スイス、アメリカ合衆国に改革派協会の信仰生活形成を決定づけた。この聖書は コルビヌスアカデミック印刷所で印刷された。ヘルボルンのゼファー出版は2000年からヘルボルンで出版された初版のファクシミリ版を制作している。1626年、宿直の兵士の不注意によって発生した火災で、本市は241棟の家屋を失った。その数年後にヘルボルン及びその周辺地域では魔女狩りが頻発した。 30年戦争末までに市民は50人のスウェーデン兵士を保護したことで、スウェーデン軍が死の防衛を引き受けた。これにより、ラザレットシュタットの名声を獲得し、これは第二次世界大戦まで保持された。ウィーン会議後、ヘルボルンはプロイセンと境を接することになり、輸入税によって経済的に苦しんだ。1三十六年にナッサウ工領は、 関税同盟に加盟した。1866年の広島戦争で、ナッサウ公はオーストリア側に味方したため、戦後ナッサウ工領は、ヘッセン選定工領と共に、プロイセンに並行され、プロイセン王国ヘッセンナッサウ州として一体化させられた。これにより、ヘルボルンはプロイセン領となった。第二次世界大戦で、ヘルボルンは爆撃により広範な損傷を負った。 ユダヤ人コミュニティは1942年にホロコーストによって崩壊した。連邦公文書館のドイツにおける国家社会主義によるユダヤ人迫害の犠牲者の追悼書には追放され、その大部分が殺害された65人のユダヤ系、ヘルボルン住民が名前を挙げて記録されている。ヤドバシェムのホロコースト犠牲者名データバンクはヘルボルンに関係するものとして、 合計95人のユダヤ人の名前が記されている。精神病院の患者の多くが国家社会主義の安楽死プログラム、いわゆる T4 作戦によって拉致され、殺害された。この町は1987年7月7日に起こったタンク車事故によって広く知られている。この日の20時45分頃、3万4000リットルの 動力用燃料を積んだタンク車が何キロメートルにもわたる急勾配の連邦道 B255 号線を走行中、多くの技術的障害により制御不能に陥った。溢れた動力用燃料が流れ出し、12軒の家屋が消失した。ディル側にも動力用燃料が流れ込み、土手の植物を巻き添えにして約500メートルにわたって炎を上げた。 消火活動のために約1 0 0トル離れたフランクフルトアムマインからも消防隊が出動した。この火災により6名が死亡し38名が負傷した。この事故とその後同じ道路で起こった事故により本市のこの事故区間は難所とみなされ制限速度時速 30kmh に設定された。高速車両はカーブに対応できず、 強制的に小石を敷き詰めた緊急退避所に入り込み、停車することになる。1971年10月1日に、それまで独立した町村であったグンタースドルフが、自主的にこの町に合併した。アムドルフとウッカースドルフは1970年12月1日に、自主的にベルクに合併した。ヘッセン州の地域再編に伴い、1977年1月1日に、 ヘルボルン・氏とベルク、ヘルボルン・ゼール・バッハ、ヒルシュベルク、ヘルバッハ、メルケンバッハ、シェーンバッハが、ディル軍、ギーセン軍、ベッツラー軍及びギー戦士の新設に関する法律に基づいて合併し、新たなヘルボルン氏が成立した。ヘルボルンが属した両方及び行政機構を一家に列記する。1970年までの人口推移は、 以下の通りその後の人口推移を示すヘルボルン氏、長者2019年9月14日からカチャ、グローナウが市長を務めている。それ以前は2001年からハンス・ベンナーが市長を務めていた。ヘルボルンの市議会は37議席で構成されている。ズンガラ、ヘルボルン氏の紋章には、君臨する市の守護聖人、ペテロの両側に、 彼を賛美する人物が描かれており、名前のヒントから、ナッサウハク・バルラムと夫5世であることがわかる。解説、この文章は、古い死の印象に由来する。そのデザインは、バルラムハクと夫をハクが共同で統治した1255年までに制作されていた。したがって、このデザインは1251年の死への昇格直後に制作されたものと推測される。 バルラムとオットーとの共同統治の間に、ローマ王ビルヘルムが、ヘルボルンに都市圏を授け、関税について述べている。ヘルボルンは、以下の都市と、姉妹都市関係にある、保護協力関係、街の入り口には、ヘルボルン、ヘッセン州、ドイツ、EU の旗の他に、姉妹都市及び保護協力都市が属す、国の旗、すなわち u s a フランス、ポーランド、 オーストリアの国旗が掲げられている。最も重要な見どころは歴史的旧市街である。1986年と2016年にドイツで最も古い集祭であるヘッセンの日が開催された。視聴者ヘルボルンの視聴者は1589年に建設され、火災後の1626年に再建された。ヘルボルン視聴者の特殊な点は ヘルボルンの住民の家門によるフリーズ装飾にある。この建物は現在も市の行政、運営委員会、市議会の所在地である。2010年6月8日にこの市庁舎は、例えば、ホーエシューレビルヘルムス等アルテンベルク修道院あるいはフォルトゥナーなどと同様に武力紛争の際の文化財の保護に関する条約の保護下に置かれた。戦争時に、 これを攻撃あるいは既存することは戦争犯罪にあたり国際刑事裁判による処罰の対象となる可能性がある。その他の建築場ロック装飾を持つマルクト広場1、2番地のイエデル島ウッカースドルフ地区には動物園がある。この公園内には約70種類の鳥類がおり、中にはカンムリシロムク、カンムリバト、パラアン国クといった 絶滅危惧種も飼育されている。この公園は1981年からシュバシコ港の野生化プロジェクトに取り組んでいる。さらに一部を人の通行が可能なオーフラミンゴのビオトープ、テーマや地域に基づいて作られた金舎や綿棒タマリン、ミーアキャット、カンガルー、ホエジ家族といった哺乳類舎、フれ合い動物園がこの動物園にある。総集では、 青少年向けの教育構想を掲げている。ヘルボルンは、ドイツ気組の家街道及び、ゾルムス街道沿いに位置している。この他に、ナッサウから、バート・アーロルゼンに至るオラニアルートにも面している。スポーツクラブ TTG ヘルボルン・ゼール・バッハは、合計3年間卓球・ブンデスリーガに参加していた。ヘルボルン・バイルシュタインの、ディルタール及びベスター・バルトの後継バンダーフロインで、 ヘルボルン EV は毎年3月に国際フォルクスバンデルングを開催している。さらに5、6、9、10、11、13、42.2km の高級適用歩道コースを整備している。このコースはドイツ国民スポーツ連盟の国際大衆スポーツ賞の認定コースである。42.2km のマラソンコースは ヘッセン州で最も古い高級的遊歩道である。このコースは2005年1月1日にシュレスビヒホルシュタイン州の2つの PW と共にドイツ最初の PW としてオープンした。WF ヘルボルンは2008年12月1日にこのマラソンコースに2つの環状コースを接続させた。 環状コースは5キロメートルと1 0キロメートルである。ヤーコブスベイクの5、6、10、1 1トルコースのスタート地点はヘルボルン駅である。ヤーコブスベイクの9、13km コースにあたるもう一つのスタート地点はアウトウリ81番地のホテル、グーツホーフゲストハウス醸造所のレセプションである。5、10、42km には標識がある。 他のコースはいずれもヤーコブスベークあるいはデルンバッハビーゼンベーク沿いに展望台ヘレに至る。WF ヘルボルン EV は2014年12月9日にドイツ発のバリアフリーの高級的遊歩道をアールタールゼ沿いの美食編にオープンした。この遊歩道はグローシャーアールタールゼ及びクライナーアールタールゼ周辺のコースで距離は 6km と 10km である。ヘルボルンは 全長 235km の遊歩道、ベスターバルトシュタイク及び、ラーン・ディルベルクラントプファートの起点都市である。この他に、ヘッセンベーク1号線、チューリンゲンライン遊歩道、ロタールシュタイクへの連絡路が、ヘルボルンを通っている。自転車道は、ディル川沿いに、アール・タール勢やクロムバッハタールゼキへ向かうルートがある。ライター・フェライン・ヘルボルンは1946年に、 戦後最初にアメリカ占領軍政府から乗馬スポーツ再開の許可を取得した乗馬クラブである。当時乗馬は軍事的であると考えられていたのである。1947年10月5日にヘッセンで最初の試合はヘルボルンで開催された。1952年ドイツオリンピアード委員会の全選手が試合に参加した。スポンサーはハースゾーン社の ヘルボルンの停鉄やヘルボルナーポンプ工場の噴水調薬といった新しい障害を作り出した。ヘルボルンの試合は重要性と注目とを獲得した。ヘッセン放送は試合会場から直接報道を行った。70人分が用意された記者席にレポーターは入りきらなかった。その中にはドイツ最大の日刊式者もいた。1964年に ヘルボルンで障害飛び越し競技とバババ術のドイツ選手権が開催された。1970年代優勝者は特別栄誉賞としてメキシコでの試合に参加することができた。14日間のメキシコ旅行にはファーストクラスが提供された。優勝者の一人がヨーゼフ・ネック・カーマンであった。ヘルボルンでの試合には例えばハンス・ギュンター・ビンクラー、ヨーゼフ・ネック・カーマン、 フリッツ・ティー・デマン、ヘルガ・ケイラー、アルビン・ショッケ・メーレ、パウル・ショッケ・メーレ、フーゴ・ジー・イーモン、ゲルト・ウィット・ファング、フランケ・シュロー・ダークラがいた。ライター・フェライン・ヘルボルンは、専門のポロ部門を有するドイツ唯一の乗馬クラブである。2009年からベ連売ン倍内、ポロトーナメントを開催している。ヘルボルン駅の駅舎ヘルボルンは、現在2つの駅があり、 これ以外の4つの駅が廃止された。ヘルボルン駅、ヘルボルンは、ディル線のヘルボルン駅によって1862年に、鉄道網に接続した。現在の駅舎は1908年に、境界建築家、ルートビヒ・ホーフマンによって建設された。ヘルボルン駅は、かつては他に2路線が、利用可能であった。ヘルボルン駅には、G ンからフランクフルトアムマインに至る。 レギオナルエクスプレスとディレンブルクとフランクフルトとを結ぶミッテルイコールエクスプレスの列車が発着する。ブルク北駅、現在も営業している、もう一つの駅でヘルボルン駅と同じディル線にある。この駅はヘルボルン駅とは異なり、旅客専用駅である。ブルク駅、アールザルツベーイで鉄道の利点 40.92km に位置した。この駅には、 かつて三つのプラットフォームがあった。ブルクニシ駅、ウッカースドルフ駅、アムドルフ駅、この三つの駅は、ベスターバルト横断鉄道の駅であった。本市は、ラーアンディル交通連盟に加盟している。ヘルボルンは、ヘルボルン南及びヘルボルン西の二つのインターチェンジで、アウトバーン A45 号線と結ばれている。このアウトバーンは、ラインマイン地方とルール地方東部とを結んでいる。 市内で、連邦道 B277 号線と B255 号線が交差する。ヘルボルンには、この地域最大の雇用種である、リッタル GMBH&COKG がある。ヘルボルンの産業市で最も重要な企業の一つが、ブルガー・アイゼンベルクであった。その敷地では2003年から、ゾディアック・アイロスペースのゼル GMBH が活動を行っている。 エレクトロルクスドイチュラントの一部もブルガー・アイゼンベルクに由来する。ブルガー・アイゼンベルク産業地域には合計30社が進出している。2012年以降、ヘルボルンにはビール醸造業者が存在しない。最後まで存続していた醸造業者はメガヘルツ・ブラウグループに吸収統合された。ヘルボルナー・ブラウハウスは閉鎖されるまで130年。 以上の醸造の歴史を有していた。ヘルボルナー・アウには2005年にホテルイコールレストランが入居したが、ここで供されるビールは、家内醸造所で生産されたものである、ラーン・ィル新聞グループの地方版、ヘルボルナー・ターゲブラッドの他に、バイデンバッハ出版のヘルボルナー・エコーが刊行されているが、後者は前者と緊密に結びついている。ヘルボルナー・シュタット・アンツァイガーは、 ヘルボルン市の広報誌であり、毎週木曜日に、ヘルボルン市の前後に配布される。ひトソヘルボルンギムナジウムヨハネウム2007年に、ゼールバッハ地区の2つの幼稚園が統合され、新しい建物が作られた後、ヘルボルンには9園の幼稚園がある。このうち4園が、ヘルボルン市、5園が教会及びその他の団体が運営している。9園合わせて、 約750人の園児に対応可能である。この中には3歳以下の幼児のための託児所もある。ヘルボルン市内には多くの学校がある。アウにはヨハネウムギムナジウムがある。このギムナジウムは生徒数でヘッセン州最大級のギムナジウムの一つである。アルスバッハには基礎家庭、本家庭、実家学校のコメニウス修礼。 キルヒベルクの保護文化財に指定されている、養護学校、キルヒベルクシューレ、内市街に面した、基礎家庭学校ディースターベークシューレがある。ヘルボルンの宿であるブルク、シェーンバッハ、ヘルボルンゼールバッハに、それぞれ一校の基礎家庭学校があり、メルケンバッハとヘルバッハには4つのキャンパスに分かれた、基礎家庭、本家庭、実家学校であるノイエフリードリッシューレがある。この ヘルボルン城内にはヘッセン及びナッサウ福音主義協会の進学セミナーが入っている。これは廃止された法恵修炼のかつての文庫であり重要な図書館を引き継いでいる。デスメタルバンドレイダウンロッテンをはじめ数多くのバンドがヘルボルンからヘルボルンから排出されている。これらの文献は翻訳元である ドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。